さあ、ということで、今日も頑張りましょう。よろしくお願いします。モッティです。あ、やる気になってるメンバーがいますね。ラプラス、強そう。ラプラス連れていけるんだったら連れて行きたいですけどね。まあ、ちょっと前のダンジョンがあまりにも強烈だったんで、ちょっとすごい不安でしかないんですけどね。まあ、今日も今日とて頑張っていきましょう。じゃあ、まずは話しかけるところから。おう、ブイゼルさん。あ、ブイゼルさんじゃない、フローゼルさんだ。フローゼルさんだった。気づかなかった。大丈夫か？またなんか復活の腕輪が、なんか、復活の種がなくなったな。なくなりそうじゃなくて、なくなったな。味方全員が早くなる。まあ、それも強そうだな。強そうだけど、まあ、倍速は、そこまで過信すると、痛い目合うからね。はい、買う。ああ、いいね。いいっすね。いや、いいっすね。おにぎり。おにぎり、おにぎりじゃない。よし。お金結構いつまに手に入ってたんですね。で、復活が一応あるうちは、復活もらわない方向で行きましょうか。あ、でももう3つしかないな。まあ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 、いずれね、金塊で買えますから、金塊の使い道今んところそれしかないんだけど。大丈夫かな？枝とかもう、なんか大概全部、あるべ。引き出しちゃわない？飛び込みとかいらないんだよね。方位の腕は。睡眠も全部出しましょう。10。はい。で、トンネルとかもな、なんか使い道あんまないんだよな。で、預けるで、やっぱいらないのはいらないので、飛び込みとかも、飛び込みあんま使い方がよくわかんないんですよね。で、こんな感じでいいかな。戦闘に使えそうなとこだけ絞ってやっていきましょう。さあ、草の大陸のミステリーなんちゃら、ミステリージャングルとか言ってましたっけ？ちょっとそこまで行きましょうか。草の大陸。あ、なんかちゃんとこう目印をね、こう色で書いてくれてますね。ありがたい。行きましょう。ついー。はい、到着。草の大陸ってどんなとこでしたっけ？あれだっけ？ラティ兄弟おったとこだっけ？あ、違う。あ、違う。え？あ、フリージオさん、こんにちは。まあ、だいぶ依頼が増えてきたね。こうなってくると一気にまとめて何個もこなすのが結構楽になってく感じなのかな。はい。ピー！星様が好きなんだよ！かわいい！お前も頑張って指振ろうぜ。おう、イェーイ！指を振ったら有名人になれるよ。うん。流れ星大好き！お星様大好きだよ！かわいいね。いいね。僕がね、今度じゃあプラネタリウムに連れてってあげるよ。そしたら、あれが何座だよ、これが何座だよって教えてあげるよ。そして流れ星が見える絶好のスポットとかもね、教えてあげるぜ。うん。ヘラ！さあ、他は？あれ？なんかびっくりマークあったような気がしたんだけど、気のせいか。特に何もなさそうだから言っていい感じかな。これさ、ちなみにさ、隠れ音のさ、あ、やっぱ場所によって、あれなんだね。あ、大きなリンゴとかあるじゃん。珍しい。やっぱあっち行ったりこっち行ったりしてるとやっぱ変わるから、そう、いっぺんになんか全部いろいろこう回るのもありかもしれないですね。復活の種が6個になってる。ちょっと1個多めに持ってきましょうか。よし、じゃあ行きましょう。そろそろ。はい。さあ、ミステリージャングルじゃなかったよ。なんか一個いけるようになったよ。マジでまた一匹で行くダンジョンなの。ちょっと怖いな、ほんと。しかも12回だからちょっと時間もかかりそうですね。もしかしたら前編後編になるかもしれない。ならなさそう！行くぞ！ BGM が。なんでこんなめっちゃアイテムなりすぎじゃない？大丈夫これ。怖っ。36。泣き声。やぐい。いや、ゴーストやばいだろ。はいはい、こんにちは。ゴーストさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ちょっと振りますよ。ちょっと怖いんでね。はい。混乱したよ。はい、混乱したよ。まあやっぱ抜群取れない分、若干ね、キルタイム遅いですね。キルタイムって言っちゃうあたりが、はい。ちょっとスプラトゥーンやりすぎ感はあるけどね。モモンリングル。なんか、後ろからついてきてるけど、無視。ああ、えぐいな、これ。
マジか。睡眠かな。いけるか。いけるか。倒しきれるか。いやー、まずい。ちょ。え、強くない？ごめんなさい。ごめんなさい。おー。ラフエシアとか割とエグそう。あー、これ、行こうかな。これ届く？届く。なんかさ、BGM がさ、ちょっとファイヤーエンブレムっぽくないですか？ファイヤーエンブレム、いたしかたない。ファイヤーエンブレム、しかたない。みたいな。あ、遠すぎた？ちきりすぎた、さすがに。いやー、やばそう。これさ、木の針、打っていい？あ、意外と強い。意外と強いっていうか、あれだな。投げる。あれが強い。なんかあそこのさ、真ん中に入れたら、なんか、大ダメージ入りそうじゃないですか。玉入れみたいな。ラフレッシャーのあの頭の部分に。もうこれもう、上行くべ。あー、モルフィン強そう。目回しは、はめる。これさ、アイテムとか一応回収しときたくない？誰がいる？下誰？目回し発動、ハブネーク混乱。ちょ、強い、毒。いやー、ちょ、脱皮なら先にユッピー。脱皮ってユッピー。え、アイテムある？シーゴの実。なんかあったの？いや、もう行くよ。ちょ、ニードリーノー。でもあれだな、やっぱ若干こう心の準備ができてるから、前回に比べたら多少はいい感じに進める気がする。つながりオープンが反応している。よし。倒せる。あー、こう設置して、お、ちょ、危ねえ。え、でもさ、変わんないんだけど、特性があれだから。痛い。呼び寄せとかやばくない？死ぬって、それは、簡易モンハンの出来上がりだよ。そうだねー。じゃあ、あんま爆睡とか使いたくないんですけど。じゃあね、もう早めに僕は階段、あ、爆睡って別に2倍速になるわけじゃないんだ。マジか。ここで、左縛りで、で、もう左通行止めにして、右倒す。右倒す。怠けとかじゃなくて、鈍足でいいかな。鈍足振らなくても倒しきれたかもな、ニドリーノだったら。あ、逆に目回しが発動してめんどくさくなる感じ。いやー、ちょっと、痺れてないです。危ない。痺れてないです。振った先にいるポケモンとその周りにいるポケモン。周りだからね。これ斜め入ってない。はい。睡眠でいけるかな？ニドリーノとかはなんか、倒した方がいいんだろうけどね。よし。いや、強すぎだよな。3ターンしか持続しないあたりも割とエグいよね。あんまりこういうのもやんない方がいい。はい。はい。はいはい、ゴース。はい、ゴース。はい。しっぺ返す！なんかお金がね、いっぱい手に入るのがすごいいいね。よっしゃー、行こう！いけるぞ！いけないぞー！混乱。なぜ離れない？いいな、BGM がちょっとかっこよすぎてね。なんかちょっと聞き惚れちゃう。やべえ。やっぱダンジョン的にはそういうダンジョンだったっぽいですね。合ってたっぽいですね。は？踏み？は？知らねえよ、アリアドスの特性とかさ。マイナーポケモンがシャシャリてんじゃねえよ、マジで。ふざけんなよ。
知らねえよ。怠けろ。はあ、ちょ、吸血で、さっき40いくつじゃん。あ、ふざけんな、マジで。は？は、マジで。くたばれ、マジで。ほんとマジさ、もうそうやめない？もうすごい今俺暴言吐いたけどさ、割とさ、割と同じこと思ってる人多いよね、絶対。いやー強そう。いやーもうね、ちゃんとこういうところまでしっかり分かった上でのポケモン実況者だな。うん、なんか痛感させられたよ。なんか強いポケモンばっか使ってて、それの知識があるからって、あるからって、なんか、調子こいてんじゃねえっていう、そういう話だよな。レートが2000あるからって、だからなんだっていう話だよな。ほんとそうだわ。こっち来る？来ないよね。普通来ないよね。普通来ないよね！普通来ないよね。やば。ほんとやばいわ、マジで。ほんとにこのダンジョン、このレベルで来るダンジョンなの？大丈夫？右、あー。あー、やべえ、マジか。ちょね、場所替えがないのが辛いんだよな。これでも、どうしよう。右から来られたら、ラプレッシャーアロマセラ、ゾーン。一気に来るからね。これがまあ、不思議のダンジョン系の辛いとこではあるけど。あー、何？外れてしまう。なくなってしまう。は、意味がわからない。よく、あ、ちょ、あ、もう、ちょ、あ、もう、目回しが目回し返しに変わった。うん、なんか強そう。コナミか。よし。よし、半分。半分か。うわー。キモいよー。はい、さよなら。はい、さよなら。ガイドとかいらないなー。いらない杖しか来ねえな。ヤブクロン。ヤブクロンだったらいけるくない？いけるくないか。そんなにだって強くないだろ、お前。よし。はい、はい。気づいてない、気づいてない。で、多分ね、こっちだわ。敵が。いやー、これも気づかないの？はい。あるね、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 いいよ。いいよ。ただ、銀色の風を使われた瞬間死ぬんで、これで縛っておきます。モルフィン！リンゴはいいや。はい。枝振り上手。枝振りの範囲が扇形に広がるぞ。しかも枝の残り回数が減らない！あ、これはね、初めて枝振り上手が、枝振り上手が初めて生きたタイミングなんじゃないですか。今まで枝振り上手はゴミだゴミだと僕は散々言っていた。なんと、なんとなんと、枝振り上手が神がかるタイミングがいよいよ来たということじゃないか。本当に？本当に？睡眠16。はい。あー、なんかよくわかんない感じになってるけど。そういうことね、扇形って。範囲が扇形になるわけじゃないよね。俺なんで一歩近づいちゃったんだろう。よし。で、15じゃねえかよ。減ってんじゃねえかよ。嘘つくなよ。なんだそれ。お腹食って、お腹食わなくてよかった。あー、黒バッチーっす。黒バッチーっす。そこただどいてくれないと困るんで。睡眠でいいか。あ、やば、やばいやばいやばい。これは一個引く。これは一個引く。一個引いて、こっち来ちゃうかな、モルフィン。来ない。よし。基本、あー、復活したよー。復活しちゃったよー。これ、どうしようかなー。睡眠でいいや、もう。これどうなんのかな、扇形になるってことは、あ、やば。あー、何転校する、ちょ。いや、あのね、多分倒せる。多分倒せる。ただ、そのマンシンが、
数々のね、試練プレイヤーたちを闇に葬り去ってきてるから、これは混乱とかの微妙なところに甘えていく。そう、微妙なところに甘えていくことによって、よし。なるほどね。そして、枝振り上手が今発動した。そういうことか。確定じゃないんだな。確定だったら強すぎるか、さすがに。状態予防。こうかな。やだなぁ、マジで。捕まる？捕まっている。斜め移動を生かしていく。ハブネークはただそんな、いや、マジか。階段はあったなぁ。縛りでいいね。で、いやーん、脱皮、右上、近海、知らん。近海かどうかわからんし、知らん。PPA とかもしれないし。ハブネイク。ハブネイクじゃあどうしたらいいんだろう。あ、やべ。水の波動がない。で、結構な毒技とか持ってるでしょ？鈍足とかが一番いいのかな？こうなると。で、この左、これが鈍足。炸裂？何それ？初めて見たよ。炸裂の枝。取れた。これ。その周りのポケモンを爆発を起こす。振った先にいるポケモンと、その先のポケモン強くね？それ。ちょ、ガイドの、これとかいらねえからさ、ちょっと置いとこう。ちょ、マジで。生木振って、ヘビにらみで麻痺は鈍足になって、やばい感じになってる。ごめんなさい、これはしのぎします。さようなら。はい、なんかあるよ。釣られていく。釣られていくが、これは催眠すれば、あ、ちょ、不眠？お前不眠だな。もう一回学んだらもう、こっちは強いぞ。そういうもんだぞ、世の中。怖。虫食いとか多分一撃で落ちるべ。怖。マジで。8分の1を常に避け続けるだけのゲーム。怖すぎる。さあ、9回。次の回か。10回までか。何がある。何？元気の種。HP が、食べると、その冒険だけ最大、ああ、上がる。なんかすごそう。リンゴ、まあ食べましょうか。はい。で、ちょっと、いらなそうなアイテムがあったら置いていく。チーゴとかもいらない。多分。はい。なんだこれは。眠らせは欲しい。使っちゃったー。使うしか最近やってなかった。弊害。何？ヤブクーロンでもなー、そんなに強くなさそうとは思うんですけどねー。はい、2回行動にしていく。あ、で、ちょっとあれだな。どこ行って、いやー、毒食らうの。いや、死なない！危ない！オッケー。毒？桃ないよね多分。ないよ。ない。ない。桃ない。桃ないですね。まずいですね。行くしかないですね。これ、早めに階段、見つけないといけないやつですね。いやー、階段は見えましたよ。階段見えたんで、もうこれはパッパと行きましょう。しのぎ使って枝振り上手が発動してくれる。ありがたい。先へ進む。よし、10回。いけるんだぞ、と。あーはーらい。銀色の風は使わないでくれたらいい。よっしゃ。まだあるー。何回まであるのかがわからないよー。やばい、ハブネイクが全速力で俺の方へ追ってくる。まだ追ってくる。ハブネーク。もう、なんなんだ、こいつらは。なんで追っかけてくるんだよ。おかしいだろうよ。分岐点何個もあっただろうよ、今まで。いや、もうこれこっちでしょ。ちょ、マジで。もう、追跡レーダーかなんかついてんじゃねえの、ハブネーク。マジなんもない。やばい。ごめん、エアカ、ちょ、死ぬ。マジよ、混乱していくけど、ちょっと邪魔かな、君そこ。しのぎます、バイバイ。枝振り上手。よし、来い。シェイ。しのぎ。やばい、銀色が。
やばいね、これやばいね。やばいね。縛るね。ここ縛るでしょ。はぁ、そうか。脱皮脱皮。脱皮脱皮。お前は忍ぶしかなさそうだな、そしたら。で、睡眠。これまずいって、マジで。マジでまずいって。違う、向こう。で、鈍足。いや、縛りでいい。縛っといて、で、2ターンあるでしょ。2ターンあるでしょ。で、3ターン目で倒せばいい。よし。いや、倒せない！やっと！ああ、モンジョマショーン！だから、そういうわかんないのやめようよ。そう、初見殺しやめようよ。眠り子な、お前今まで俺にも一回も撃ってこなかっただろうよ。そう、初見殺しマジでやめてくれ。死ぬ？危ない。ちょ、えぐすぎ。はい。はい。いい、まだあるの。ちょ、待って。やばい、喉か。ん？うん。上、まあ戦うしかないでしょうね。ごめんなさい。波動。泡。勢い余り。ちょっと、あんまそんな強くなさそう。一番最後だったなぁ。あの二択でまっすぐ行っとけばでしたね。さあ、12回。お！やばくない？あ、毒ビチそこに撒いただけね。はい。あー、てか目の前にいるわ。混乱フル。黒場なんで行きましょうか。はい。あ、来た！よし！はぁ、ぶねぇ。何がいるの？くぼみがあるね。あ、行き止まりだったね、単純に。これ以上進めない。仕方ない、戻るか。え？ミューミューわーねえ、どっから来たの？名前は？モッティです。モッティって言うんだ。ミューだよ、よろしくね。かわいい。ミュー。ミューなの？チャイムなの？ミューだよ。知ってる？え？ミュウに会いに来たんて？そう、こういうことだ、経緯があったんだよ。え、ピカチュウ？古代のこと？あ、別個体？ミュウね、何のことか全然わかんないや。あはははは。なんかピカチュウの感じもしないしな。古代のミュウでもなさそうな気が。新しく生まれ変わった別のミュウ、そういうことだな。あはは。ちょっとでもいいから手がかり期待してたんだけど、このミュウは何も知らないみたいだ。せっかく会えたけど諦めるし。マジで？あれ？がっかりしてるの？うん、ごめん。君のせいでがっかりしてるわけじゃないんだけど、ちょっと期待しすぎた。あれ？帰っちゃうの？うん。あ。あ。あ、ここサムネでーす。さあ、行こう！早く行く、早く！僕思い出したことを一個言っていいっすか？なんかね、やめた。思った。多分、俺は今テレパシーで視聴者のみんなに伝わったわ。次のパートでお会いしましょう。はい、ポッティでした。なんか先がありそうですね、これはね。